れるんです。目を割れる。たくさんの君を紹介しよう。おい、集中してんだ。19世紀、写実的な描写が中心の画壇に光や心の動き、その疾患を絵画で表現する印象派と呼ばれる画家たちが現れました。その絵画たちは見る人の心の動きでもその印象を変えて、神様も人も風景も光も心も生も死も、その全部をカンバスの上に乗せた画家たちの物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。